秘密の嵐ちゃん、他嵐の看番組が続々、10から30代男女が復活してほしいバラエティ番組第5位以下。ヤシマノリトが6月9日に、今日は10数年ぶりのトリビアの泉会が開催されました。と、X、旧ツイッターにトリビアの泉、富士テレビ系で共演していた高橋克美、ビビる大木らとのショットを公開した。 フォロワーからは懐かしいメンバーの仲良しショットに、トリビアの泉、また見たい、懐かしい、年一回は放送してほしい、また見たい、など、番組復活を願う声が続出していた。そこで今回は10から30代の男女100人に、復活してほしいバラエティ番組、について聞いてみた。アンケートサイト、ボイスノート調べ。第8位には、笑っていいとも。 めちゃかけるにイけてる。クイズ。ヘキサゴン、笑う犬シリーズ、すべて、フジテレビ系、秘密の嵐ちゃん。TBS 系が同率ランクイン。タオリがメイン MC を務める、森高津吉アワー笑っていいと思うは、1982から2014年まで月曜から金曜日のお昼に放送されていた、有名人、知名人が次回ゲストにつなぐ、 テレフォンショッキングほか、曜日ごとに豪華レギュラー陣が出演し、様々な企画が行われた。とにかく好きでした、17歳、男性、学生フリーター。テレフォンショッキングとか誰がゲストで来るかドキドキで楽しみだった、35歳、女性、会社経営役員。いろんな芸能人が出ていて面白かった、13歳、女性、学生フリーター。ナインティナイン。 極楽トンボ、ヨーイコ、ひながたあきこ、オアシズ、鈴木サリナ、武田真治らがレギュラー出演していた、めちゃかけるにイケてる。は、1996から2018年に放送。たくさんの企画やコーナー、キャラを生み出した。好きな番組で毎回楽しみにしていた。企画がどれも面白かった、28歳、女性、主婦。ライブに乱入など、 企画が面白かった34歳女性会社経営役員いろいろなコーナーが1時間番組の中に盛りだくさんで面白かった28歳女性コンピューター関連技術職クイズヘキサゴンは2002から2005年に放送された島田信介が総合 MC を務めたクイズバラエティさらに2005から2011年にクイズ ヘキサゴン2が放送された。クイズ。ヘキサゴン2では、鶴野武史、上地雄介、野久保直樹、里田舞、スザンヌ、木下ゆきならヘキサゴンファミリーが活躍。周知心、パボラ、音楽ユニットを生み出すなど、高視聴率を誇った。出演者との掛け合いが楽しかった、24歳、女性学生フリーター。 面白い人がいっぱい出ていて楽しかった二十歳女性学生フリーター。笑う犬の生活、笑う犬の冒険、笑う犬の情熱、笑う犬の太陽など、笑う犬シリーズは1998から2003年まで放送。その後特番として放送された。うっちゃんなんちゃん、ネプチューンほか、当時オセロだった中島智子、ビビる大木、遠山京子らが出演。 テリーとドリー、小須田部長、葉っぱ隊、ミルアネさん、など名物キャラや企画を生み出した。流行を生み出すコントがたくさんあった、33歳、男性、総務、人事、事務生演奏から始まるおしゃれなオープニングと、内村さんの体を張ったコントがとても面白かった、34歳、女性、総務、人事、事務コントが最高だった、十九歳。 女性主婦。嵐の冠バラエティ、秘密の嵐ちゃんは2008から2013年に放送され、嵐メンバーが様々な企画やゲームに挑戦した。6月28日に放送されたスノーマンの看板組それ、それスノーマンにやらせてください SP に桜井翔が登場し、秘密の嵐ちゃんの人気企画、マネキン5が復活したことも話題になった。 嵐のメンバーがわちゃわちゃしているところが良かった25歳女性。ファッションの企画やランキングダービーなど面白い企画がたくさんあった26歳女性。嵐メンバーのトークやゲストの方とのトークが楽しかった22歳女性学生フリーター。第5位は、いきなり黄金伝説。テレビ朝日系嵐にしやがれ、日本テレビ系、VS 嵐、フジテレビ系。 いきなり黄金伝説は、ココリコ、ヨイコ、タカアンドトシ、オードリー、アンタッチャブル山崎ヒロナリなどがレギュラー出演、1998から2016年に放送。だけで一週間過ごす男、無人島霊園生活などの伝説、企画に芸人らが挑戦した。一ヶ月一万円生活が面白かった。 一万円でいろいろな工夫をして料理している姿が楽しかった25歳女性。霊園生活。すごく楽しみでした24歳女性。チャレンジ精神がある番組だった29歳男性。コンピューター関連以外の技術職。サバイバルが面白かった21歳男性学生フリーター。嵐に仕上がれは、 2010から2020年まで放送されていた嵐の冠バラエティ。嵐メンバーそれぞれをフィーチャーした企画や、ゲストを迎えてのコーナーなどが人気で、2020年に嵐が活動休止後は、桜井翔がメイン MC を務める、1億3000万人の小チャンネルとして引き継がれた。嵐の5人が揃ってクイズなどをしたり、試食したりするコーナー。 MJ 対決がとても好きだった17歳女性学生フリーター嵐メンバーがふざけているところが好きだった15歳女性学生フリーター嵐が好きだったから23歳女性総務人事事務 VS 嵐も嵐の冠バラエティとして2008から2020年に放送された嵐チームがゲストチームを迎え 体を張ったゲーム挑戦。嵐の活動休止後、2021年には、相葉雅紀が MC を務める、VS 魂としてリニューアルされた。VS 嵐の人気企画、ババ嵐ババ抜き最弱王決定戦は同番組終了後も特番として放送され、6月29日には、相葉雅紀と松本潤が久しぶりに共演したことが話題になった。 ゲーム性が普通に面白く、実際にやってみたいと思えるものばかりだった、16歳、男性、学生フリーター。嵐自体が好きだし、ゲストメンバーが豪華だった、14歳、男性、学生フリーター。嵐、ゲストのわちゃわちゃした雰囲気が好きだった、13歳、女性、学生フリーター。嵐が大好きだったから、32歳、女性、主婦。